ステージ進行を務めさせていただきます。チアドラゴン2019島と葉月です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では早速今日のメンバーを呼びましょう。シャオロン、パオロン、ドアラです。はい、お気づきいかがでしたね。失礼しましたね。はい、私令和一発目のマスコットステージと言いましたが、はい、あの平成から令和に時代が変わりました。ということで、まずは一つマスコットさんたちに質問したいと思います。はい、平成から令和に変わる瞬間、何してましたか？ちょっとジェスチャーで答えてもらっていいですか？世の中盛り上がってましたね。パオロンが手を挙げた。どうぞ。パオロン寝てた。寝てた。寝てた。パオロン、シャロン寝てた。リアルに表現してくれた。いいですね。シャーロン起きて。スタート。平成から始まった。起きて。ドアラさんは？ドアラは何？ドアラは？思い出せない。忘れちゃったのかな？お風呂に入ってたシャワー。よりによって体をきれいにしていたということでね。はい。3人のね、姿勢、プライベートを覗いちゃいましたが。あ、ダメダメ、それダメですよ。はい。ということで、あのね、平成から令和に変わったということで、今から絵しりとりをやりたいんですが、はい、平成のイから始めて令和のレで終わるように絵しりとりをしてほしいんですよ。はい、ちょっと難しいですよ。そう、ちょっとね、難関だと思いますが、それでは早速やっていただきましょう。続いてはシャーボロ。ということでね、さっきにはこの令和を持ってもらいました。私につなげてください、ね、はい、はい、ということで平成のイからシャオロンにまずは始めてもらいましょう。はい、スタート。何がいいですか？平成いいからの、あ、これはいい、うん、あれですね、食べ、炙ると美味しい、干しても美味しい、あれですね、あれですね、はい、パオロン、OK、すごい上手に書いてくれた。あ、もうね、パオロンはね、勝手に書き始めてくれたので、はい、次に繋がっておりますよ。なんだろう、皆さんわかります？シャオロンってとても上手ですよね。見る日が来ると思う。なんだろう、男の子が結構関係あるものかな。なるほど、うん、もうすぐだね。すごいね、しっかり描いてくれてとってもリアル。あー、なるほど、近い。そう、それか。もうすぐだ。あ、スパロン描けました。じゃあみんなに見せてください。だらん。はい、だらん。すごく上手ですよね。すごいリアル、すごい上手。はい、はい、あのね、うまいですね、うまいですね、うまいですよ。たぶん今のこのやりとりは、あ、もう、あれ、なんかおかしいな。予言者、シャオの予言者。あ、ほんとね、ドアラさん、ね、ありがとうございます、さっき言ったのはね。さすが、そう、上手、聞き方が面白い。そう、でしかもなんか今ちょっとシャオのある予言をしてます。そんなわけない、そんなそうだ、うまくいかない。さあ、どうなんですかね、平成から令和へと時代は変わるんですかね。繋がるのかな。繋がりそうです。繋がりそう、繋がりそう。すごいスラスラ書いてるね。すごい。パオロン様様でね、でね。あ、はいはいはい。じゃあね、答え合わせを、はい、じゃあ皆さん自分の絵に描いた正解書いてください。文字で書いてもらっていいですか？文字で書いてもらっていいかな、何を書いたか。で、私がシャオロンが予言したって皆さん分かりますか？予
予言通りになっちゃったかな。別にあの打ち合わせはしないですよ。はい、あのパオロナイスプレー、うん、ファインプレー、パオロンがねすごいファインプレーということで、皆さん書けました？まあ、伝わるかな。書けた？須川さん書けました？ちょっとドアラマスですね。はい、平成からそう書くか、そう書くか。はい、平成いいで、シャオロンはいいか、はい、で、パオロンがハーブと、そしてダブル C、 どうぞダブル C、 トイで、そしてレイはお、つながりました。皆さんナイスでファインプレー、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでね、平成から令和への時代は変わりましたが、令和がドラゴンズにとっていい時代となるよう、皆さん名古屋ドームを盛り上げましょう。はい。はい、ということでね、ちょっと早いんですが、はい、マスコットステージ以上となります。この後のステージもお楽しみください。ありがとうございます。